今日は WBC があるので並びには行きます。はい、ということで皆さんこんにちは、佐岡修です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さあ本日の動画でございますけれども、2本立てということでですね、前半にナイキ SB のエアジョーダン4のですね一足、こちらをですね、まあ、スニーカーズで狙って、でその後にですね、先週末行われましてですね、名古屋でのポップアップの一部始終、こちらのですね Vlog をくっつけて、一度で二度美味しい動画となっておりますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思ってます。で今日の発売の SBの、ジョーダン4、これはなかなかに珍しい仕様の一足でございますよね。ジョーダンと SB というとですね、まあ、エアジョーダン1のですね、ニューヨークトゥパリスとか LA トゥシカゴ、ここら辺がですね有名ですよね。あの色がね変わっていくような、で僕ニューヨークトゥパリスも持ってるんですけれども、まあたびたびねジョーダンブランドと SB のタッグによるですね一足が誕生するわけなんですが、今回はエアージョーダン4とちょっとスケートとは結びつかないようなですね、かなりごつめなモデルでの一足ということで、まあちょっとびっくりはしたんですけれども、まあ、カラーリングがねガムソールだったりだとか、そういったところがですねちょっとスケート色強めのカラーで、何よりお尻がナイキ SB になってるんですよ。これはなかなかに珍しいですよね。まあこういう珍品はちょっとね狙っとこうかなということで考えていたんですが、本日はですね一応並びもございます。東京23というですねジョーダンショップがありますけれども、こちらの方でですね、まあドレスコードも持っていたので並びにはいけるんですけれども、それより WBC ですよ。暑すぎちゃって、もう今もちょっとね試合見るの中断して動画撮ってるんですけれども、はい、まあこんなあちあちなですね準決勝を見ずにはいられないなということで、まあ結構僕野球少年でしたので、まあそんなこともありましてですね、今日はおとなしくお家で、スニーカーチャレンジしていきたいと思います。でそのチャレンジの後にですね、名古屋での Vlog お届けしようと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それではまずはですね、ナギのスニーカーアプリスニーカーズの方でナイキ SB のエアジョーダン4を狙うところから行ってみましょう。さあということでこちらナイキ SB× エアジョーダン4パイングリーンということで、まあ、おったまげる値段になりますけれども、27,500円という、果たしてスケシューなのかというぐらいのですね価格になっておりますけれども、こちらの一足がリリースということで、まあ空張り自体はそこまでね別にあの OG がみたいな感じの空ではないんですけれども、まあなんといってもお尻ですよねこれはね、うん、見ていくと、はい、ドンと SB かっこいいねこのお尻はね、これは珍しいということなので、ゲットできたらいいなという感じで狙っていこうかなというふうに思ってジョーダン4自体狙うのかなり久々ですね。ライトニング以来かなということなので、まあ昨日はね、スニーカーズの一日お祭り企画でございましたけれども、平常運転に戻ったスニーカーズで果たして幸運発揮となるのか、待っていきたいと思います。さあ来い。はい、来ました。行ってみましょう。はい、OK、エントリー完了ですね。今回10分間の抽選ということなので、こっからしばらく待機ということでございますけれども、近日発売見ていくと、このね、あさってのこのね、ビリー・アイリッシュのフォースワンのトリプルホワイト、これ超かっこよくないですか？これテントあるなら見に行こうかなっていうふうに思っている朝岡なんですけれども、前のね、ちょっとミッドとか、あそこら辺はうんって感じだったんですけど、これはたまらんよねっていう感じの、全部白にされたらちょっと話が違うぜって感じで、めちゃくちゃイケてるフォースワンですね。これはかっこいい、めちゃくちゃいい。ほんで AJ2 の次がですね25日土曜日、このエアジョーダン1ローね、東京96って書いてありますけど、まあ、東京とマイケルジョーダンをつなぐようなですね、まあ一足ということで、まあカラーリングもね、まあその時のキャンペーンのサンプリングだって話で、まあちょっとこうヴィンテージ感ある仕上がりなのが面白いんですけど、まあ普通のね OG じゃなくて普通のジョーダン1ローだしなと思ってたんですけど、なんか見てるうちにちょっと魅力的に見えちゃってます。つま先 UNC だしね、ちょっとこれ狙うかもわかんないです。でその次日曜日がビッグバブル来ましたね、エアマックスワンの本当に最初の一時期のみ発売されたですね、このエアがでっかいバージョンのエアマックスワンですね。これはですね非常に面白い企画、普通のエアマックスワンじゃないですよ、やっぱエアユニットのところがね、はい、大きめのエアということで非常に気になるところなんですけれども、これもちょっとね狙いたいななんていう風に思ってますが、まあ今週末はちょっと忙しそうですねリリースがということなので、まああと7分ほどありますんでしばらく待機しましょう。ちょっと WBC 見ていきます。さああと30秒というところまで来ました。いやちょっと WBC から目が離せん、もうめちゃくちゃ面白くなってきましたよ。いやメキシコも強いね。でもこういう拮抗した試合がですね、まあ一番見てて楽しいですよね。ドキドキしながら動画に戻ってまいりました。はい、5 4 3 2 1
終了ということで、さあ果たして結果やいかにということで、昨日のお祭りではですね、何の成果も得られなかったので、ぜひここはお願いしますよ。ということで、見事撃沈でございました。はい、いやもうほんとここ最近スニーカーズで勝てた試しがないんですけれども、今日もめでたく撃沈ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。結構狙ってる方も多いと思います。最近なんかエアージョーダン4がめっちゃ人気らしいですよね。僕最近しばらく全然勝てなかったんですけれども、まあ、その効果も相まって結構今回のリスグに関してはですね、人気出るんじゃないかなというふうに思ってますが、僕はですねちょっと照準を、まあ、あの BH のフォースワンしかり、まあ、土曜日のエアージョーダン1、そして日曜日のエアマックス1、さらにですよ金曜日にはですねキスのスプリング2並びにですね、なんとあのアディダスとクラックスのコラボによるサンバも発売されるということで、もう今週忙しい忙しいって感じなので、様子を見ながら今週は決まっていきたいと思ってます。それではここからはですね、先週末行われました名古屋ポップアップの密着動画をお届けしていきたいと思います。 When I think about the way we used to be、ということでですね、タクシーで名古屋パルコの方に着きまして、こちら今回の会場となるパルコ内のプリベンジね着きました。ラファエントが運営しているですねセレクトショップでございますけれども、こちらまだ営業時間前のパルコ、これちょっと貴重な絵じゃないですか。今回はですねハフさんなんですけれども、でね、この後ろが今回のポップアップスペースなので、ちょっと見ていきたいと思います。さあということで、朝岡の今日のスタイリングはこんな感じですね。上がアスレチッククラブのハーフジップに、下がチャコールのパンツですね。で足元は、はい、ターミネーターのですねブラック&ファントムですね、下ろしました。で頭は今度発売するねサンプルズラファエットコラボのニューエラーですね。さあちょっと見ていきましょうか会場ね。でこちらが一応サンプルズゾーンということで、今回のねご当地 T カラー、はい、ゴルのね T シャツ、そしてフーディーで、僕が今ね着ている3月発売のね、はい、アスレチックパックの、ハーフジップのチャコールとホワイトで、それの T シャツですね。ほんでそれのセットアップのパンツですね。こちらがアーチロゴのアスレチックのブラウンとヘザーグレーの T シャツですね。でここがパンツで、こっちはですね一応リストックアイテムということで、ラッセルのねカーディガンもそうなんですけれども、このねアメリカ編のねスウェットなんかもちょろっと、ゲリラで入ってるよっていう感じでございますね。そしてですよ、こちらご覧ください。今回同時開催でですねホームゲーム東京とのですねポップアップも開催ということで、こんな感じで US カスタムのですねキャップがずらら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 らと並んでおります。はい、で真ん中の島にもねこんなにいっぱいあるんですよ、ミエラすごいでしょこれ。そしてね今ねこのプリビレッジ名古屋はですね、なんとこんなにニューエラいっぱいあるんですよ。すごいですね。前来た時はね全然違うレイアウトで、ここにもお洋服がですねかかってたんですけど、見てこれ、もうニューエラ屋さん買ってぐらいですね、ニューエラがずらりとあるっていう感じでございますね。ちゅうことでこの場所で今日から2日間、ポップアップやっていきたいんですけれども、この後ね整理券を配りに行きますんで、もうねすでに何かお並びいただいてるんで行っていきたいと思います。さあということで着きましたけども、結構皆さんお並びいただいております。ありがたい限りでございます。じゃあこれからねちょっと整理券を配っていきたいと思います。
さあ、そして舞台裏ではございますが、見てください。もうこの動画でカラバリお披露目といきましょうか。浅岡が新たに提案した別注カラーです。このマリナーズやばくない？ピンクバイザーで、このロゴにね、淡いブルー使ってます。淡いブルーとピンクのコントラスト、このまたグレーの差し色がいいですよね。マリナーズはね、サイドバッジ結構少ないんでね、作るの大変なんですけど。そしてこちらがカブス。カブスといえばもうあのね、フロントクマちゃんがもう大人気ですけど、あのロゴは使わないっていう、このね、浅岡的にはそうじゃないところでクリエイティビティを発揮したいってところでですね、こだわりゆえのこのオールドロゴね。でサイドバッジは1908年ですよ、超前で。このカラーブロックがですね、フロントが2パラで違って、ツバがベージュと、こんな感じですね。これがいよいよ多分4月ぐらいにリリースかな。ちょっとまた詳しくはね、ライブ配信でお見せしたいと思います。さあ、ということで整理券も配り終えましたので、これからオープンしたいと思います。頑張るぞ。さあ、ということで皆さん、世にも珍しい浅岡のチャレンジです。はい、なんとシュプリームをやろうとしています。やべえ、時間が過ぎちゃう。今日ね、実は欲しいのがあって、みんなノースフェイスでしょ。違うの、これお道具箱よ。僕ね、お道具箱が欲しくてね、しょうがなかったんですよ。そしたらシュプリームで出るっていうか、これちょっといいじゃんってことで、今ねシュプリームチャレンジ中です。超珍しいです、浅岡がチャレンジするのは。これいいよね、かっこいいよね。電動ドライバー付きっすよ。普通のね、コラボじゃない道具箱も1万5000円くらいするんですけど、3万円とか倍でございます。わ、結構欲しい人いんのかな、マジで。もうみんなノースペース行くと思って行けるでしょうと思ってたんですけど、つかシュプリームのアプリ変わりましたね。こんなぐるぐるなんなかったと思うんだけど、前。ちょっと頼むよ、これが欲しいだけなのよ。あ、これだけじゃないかもね、ノースとかで混んでるからってことなのかな。頼むよ、僕2年ぶりぐらいに欲しいと思ったシュプリームの道具が、工具箱っていう。これやばいよね、ペンチとか。ちょっと全然来ないんだけど。6分じゃん。あっ、きた。めっちゃ変わったな、シュプリーム。きたー、変えた、イエーイ。久々に買ったよ、シュプリーム。これは嬉しいですね。これちょっと届いたらレビューはするか分かんないですけど、やったら工具箱欲しかったのよ。これは良くないね。全然服とかは買わないんですけど、よっしゃ、頑張ろう。引き続きポップアップ頑張ります。さあ、ということでですね、1日目ようやく休憩ということで、今日もね、本当に朝からたくさんの皆様にですね、ご来店いただき大変ありがたい限りなんですけれども、朝岡の Vlog 恒例の飯テロということで、やっぱね、地方に来た時は食にこだわりたいよねということなんですけれども、会場はですね、名古屋パルコだったんですが、ちょっと歩いて大須の方にやってきましてですね、今日はですね、こちらで食べたいと思います。はい、どんということで、こちらコンパルさんというですね、喫茶店ですね。サンドとかが美味しそうな、昔懐かしな感じのお店ですけど、行ってきたいと思います。さあ、ということで、まずはサンドイッチの前にですね、名物のアイスコーヒーがやってまいりました。ここのお店はですね、このエスプレスみたいなちっちゃいコーヒーをこのアイスに自分で入れるというスタイルのアイスコーヒー。これ渋いね。さあ、来ました、このアイスコーヒーいただきたいと思います。おお、濃いめで美味しい。ああ、これ美味しいわ。うん。さあ、そしてやってまいりました、メインディッシュのエビカツサンドでございます。いいね、昔ながらのじゃないですか、これ。このね、食パンの耳切られてるスタイルで、これはうまそうです。いただきます。あ、うまっ。うん、あ、全然予想してたやつ違う。
さあ、ということで1日目も終わりまして、今日は本当たくさんの方にですねご来店いただきまして、もう感謝感激だったわけなんですが、無事終わりましてホテル着きました。ちょっとノスタルジックだな、ここは。い、こんな感じでちょっとウッディな感じのクラシックなお部屋ですね。今回はこんな感じで、よし。いやー、久々のポップアップ疲れたな。今日はちょっと頑張ったんで、この後ちょっとだけ飲みに行きたいと思います。But we freeze when it's all up to us. So let's fight it, make a stand and try it. Everything will matter from now on. Let's fight it, there's no way to hide it. Cause everything will matter from now on. Cause it's high time.さあ、ということで、皆さん、名古屋ポップアップ2日間ありがとうございましたということで、こちらもすっからかんでございます。はい、ということで、今回は名古屋のですね、パルコで、ポップアップということで弾丸でね、2日間でお届けいたしましたが、どんどんね、いろんな都市でまたポップアップやっていきたいなというふうに思いますんで、これから終電で帰らなきゃいけないんで急いで帰りたいと思います。ありがとうございました。さあ、ということでざっくりではございましたが、名古屋ポップアップの密着動画いかがでしたでしょうか。その名古屋振り返る前に、 WBC なんと決勝進出決まりました。いや、俺この試合はほんと見れてよかったと思うわ。並びに行かなくてほんとによかった。もう奇跡のようなもう試合でしたね。もう稀に見る名試合じゃないかと思いますよ。もう WBC のね、あのイチロー選手がタイムリーヒット打ったあの時に匹敵するぐらいのですね、村上選手のさよならツーベース。これね、村上選手も大谷選手もですねすごいんですけれども、僕はあの一塁走者のあの周東選手の足の速さにびっくりしましたね。大谷選手抜かすんじゃないかってぐらい速かったんですけれども、そんなですね侍たちの勇姿、いやー、かっこよかったな。もう俺ちょっと泣いちゃったっすね。うん、じわっときましたね。もう今日かれこれハイライト多分40回ぐらい見てんじゃないかな。それぐらい興奮しましたね。あのワールドカップのスペイン戦ドイツ戦に次ぐ大興奮ポイントということで、いやー素晴らしかった。あとは残すは決勝ということで、引き続きですねメイクドラマで奇跡を見せていただきたいなというふうに思ってます。そんな興奮の中でございますけれども、先週末名古屋ポップアップ無事終了ということで、ご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。今回はですね、最終日にライブ配信ですねゲリラ企画とかやったりもしましたし、まあ、こういった YouTube を絡めてですね企画なんかもこれからも打っていこうかなというふうに思っておりますので、最新情報を見逃したくない方はぜひチャンネル登録とですね通知ボタンの方をクリックしておいていただければなというふうに思ってます。ポップアップに関してはですね、また5月ぐらいにやろうかなというふうに思っておりますので、次はどこの都市に行くのか、久々のあの都市なのか、ここら辺もですねぜひ楽しみにしていただければなと思ってます。で、僕提案からのですね別注のニューエラに関してもですね4月ぐらいから発売が開始しますので、その点もですねぜひ楽しみにしていただければなというふうに思っております。それでは最後宣伝でございますけれども、私のブランドサンプルズのこちらアスレチッククラブパックがですね今週の金曜日より受注開始でございます。今回はですねフルーツオブザルームとのコラボレーションパックということで、もうボディはもうすごいです。はい、これ受注でいいのっていうようなですねクオリティに仕上がっておりますし、今回ねポップアップ会場ですねパンツ人気でしたね。チャコールのこのカラーのですねスウェットパンツとか皆さんね本当に気に入っていただいて、僕もその反応はびっくりしたんですけれども、ぜひ今回のパックですね合わせてチェックしていただければなと思っております。期間中はですねラファエット横浜店にてですねサンプルも展示しますので、ぜひサイズ感とかね見てみたい方は行ってみてください。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしまーす。それではまた次回の動画でお会いしましょう。NEXT MOVIE! じゃねー。ほら、また日は昇り。